今月の手話は、よろしくお願いしますという手話をお届けします。利き手の拳を鼻につけ、前の方に出すと良いという手話になります。これに頼むという手話を続けます。よろしくお願いします。もう一度、よろしくお願いします。4月からの手話を振り返ってみましょう。こんにちは。名前、住所、年齢、誕生日、家族、子供、趣味、食べ物、仕事、わかる、わからない、よろしくお願いします。これまでの手話動画を見て学習していただくと、簡単な自己紹介ができるようになります。ぜひ4月からの手話動画を振り返ってみてください。今月の手話は以上です。来年度もお楽しみに。